こんにちは、アドブローです。今回はヘッドのスピン系黄金スペックであるエクストリーム MP2022 年モデルのインプレッションをお届けしていきます。まあ、発売からかなり経っていまして、まあ、今更感っていうのは正直あるかなとは思うんですけれども、改めてここでねインプレしていきたいなと思っております。すでにシングルスで使ってみた様子については、まあ、以前の動画で公開をしていますので、そちらも合わせて見ていただくと、このラケットの、まあ、特徴や傾向、まあ、どういうプレーがしやすいのかっていうのが、まあ、より分かりやすいんじゃないかなと思います。で、実はこのラケットすでに手放してしまっているんですけれども、まあ、撮影はしてあったんですが、なかなか順番というかね、これを編集しようというその優先順位が回ってこなくて、正直2ヶ月遅れぐらいで、まあ、ようやくね、取り掛かって、今回公開するところまでやっとね来れたなというような状況になっております。で、発売は去年の、まあ、夏の終わりですね、9月頃でしたので、まあ、正直今の段階でこれがまあ新製品だから気になるとか、まあ新しく気になってます、欲しいですみたいな人っていうのはこの動画はねもう見てないと思います。で、逆に例えばずっと気になってたとかですね、まあ今改めて気になっていて買うかどうか悩んでるっていう、そういう人がほとんどなんじゃないかなと思います。なので、まあそういう人向けにですね、すごくこうリアルな感想、インプレっていうのをお届けしたいなと思っております。なので、まあ買うにしても、諦めるにしても、ヒントになるような、まあそんなね内容をできるだけこう充実させられるような内容を目指してですね、作っています。まあぜひね、ヒントとしてご活用いただければなと思います。それでは始めていきましょう。まず前作からの変更点っていうのをおさらいしていきたいと思います。まあ、詳細はですね、ブログの記事の方にまとめているんですが、まあ、ざっくりと、一つ前のモデル2020年モデルとの違い、変更点っていうのをおさらいしていくとですね、主に3つ変わったところがあります。オーセチックが搭載されたということ、バランスが325から320に変更されているという点、そして最後が、まあ、ストリングのピッチっていうのが若干狭くなったというところですね。はい、でまずオーセチックに関しては、まあ、改めて言う必要はないのかなと思うんですけれども、今ヘッドのシリーズ全機種搭載になってるやつですね。はい、で2つ目バランスのところなんですが、まあ、性能的に 5mm 変わったところでね、めちゃめちゃ違うのかって言われるとちょっと微妙な気もするんですけれども、はい、どっちかっていうとスペックを見た時に325かって言ってこうね、選択肢から外してた人が、まあ、320で、まあ、他の黄金スペックと一緒だ、じゃあちょっと比較してみたいなというような、まあ、心理的作用の方が大きい変更なんじゃないかなっていうふうに個人的には考えてます。はい、で最後ストリングピッチですね。まあアエロとかと同じで、この世代に関して言うとピッチを広げるのではなくて、ちょっと狭くして、まあ制御のしやすさとかっていうところに少しこうシフトしているっていうような、まあ、まあ極端なね違いではないとは思うんですけれども、少し微調整されてますという感じになってます。はい、なので、まあスペックとかも含めてですね、スピン系のラケットとして見ると、まあ RH とかも含めてなんですけれどもね、あまりこう尖ってない、割と一般的な黄金スペック、バランスのいい黄金スペックっていうような感じなのかなという、そんな印象です。打球感のところちょっとお伝えしていきたいなと思うんですが、セッティングはですね、いくつか試していました。ポリツァープロであったりとか、ポリツァーストライクとポリツァープロのハイブリッド、あとはナイロンのタンバリ、ナイロンとポリのハイブリッドみたいな感じで、まあ複数試してきました。で、今映ってる映像はプリンスのファントムプロですね、かなりしっかりしたタイプのポリエステルを使っています。で、打球感を簡潔にまとめて言うなら、割とマイルド、まあマイルド系になると思いますね。で、まあカッチリ感っていうのは比較的少ないかなと思いますね。で、ストリング全体がよくたわんでくれるというような印象の方が強かったです。で、フレーム自体の硬さも、まああんまり感じないですね。まあ柔らかいとは言わないですけどね、すっごいしなってとかっていうのではないんですが、打っていて硬さっていうのはあまり感じなくて、全体的に割とこう優しいというかですね、なんかこう、やっぱりマイルドっていう言葉になる
あるのかなっていう感じがします。でそういった感触を生み出している大きな要因としては2つあると思っていまして、まあ、まず1つ目はグロメットが全体的にこう大きい、今ストリングが動きやすい形状になっているっていうことで、2つ目が RA が66ということで、まああんまり高くないっていうところですね。はい、でまず1つ目グロメットのところなんですが、これあのトップとフェイスのトップとフェイスのボトムのところですね、まあ、0時6時の部分がまあ大きく円形で大きくなっているっていうのはまあ皆さん知ってるんじゃないかなと思うんですが、両サイドの部分もですね、楕円形で、ちょっとねこう横に広いような形状になっているんですね。なのでこうインパクトの時にストリングがすごくたわみやすい構造っていうのになってます。なので、結果としてこう緩めのスイングであってもなんかストリングがねたわんでボールが乗っかるっていう感じが出やすい、そんな印象がありました。で次に RH が66っていうところなんですが、まあ、数字だけ見れば、まあ、そのラケット市場全体で見た時にすごい低いとかではないとは思うんですが、ただまあ SX300 が68、ピュアアイロが69とかっていうそのカタログスペックになっているので比べるとちょっと低いんですよね。まあ最近のヘッドのラケットだいたい RH 低くなってるので、うん、まあまあそういう傾向があるんだなっていう感じではあるんですが、まあそれがまあ、いわゆるその黄金スペックのなんか弾いて飛ばす、ね、飛距離が出やすいとかっていうところとはちょっと違っていて若干抑えめかなというような気がします。でストリングのたわみっていうのも合わせて割とこう押すような感覚でも打てる部分がある、そんなラケットかなと思います。なので、まあ、特に女性とかでね、そこまでスイングがめっちゃ速いとかじゃないだよねっていう人、うん、まあ例えばめっちゃねこうストロークぶん回すとかじゃないんだけどっていう人が使ってもそのラケットの恩恵というかボールをつかむような感覚っていうのが味わえる、まあそんなラケットなんじゃないかなというふうに思いました。はい、続いて性能の部分ですね、まあ、ストローク、ボレー、サーブ順に見ていきたいなと思います。でまずですねストロークなんですけれども、まあ、実際打ってみて感じるのは、まあ、振り抜きが結構いい、まあ、いいっていうとねちょっと語弊があるかもしれないですけど悪くないなと思いましたね。はい、黄金スペックとかってどうしてもなんかこうフレームの厚さから来るなんかもったり感、空気抵抗って言ったらいいんですかね、こうズバッと振り抜くのがちょっとねやりにくい印象みたいなのあったりするんですが、わりかしこのエクストリーム MP に関しては気持ちよく振り抜いていけるかなと、片手バックでもこうヘッドがしっかり走ってくれるなという感じがありました。はい、で弾道に関しては、まあ、中くらいから高めというような感じでしたね。振り上げればその分しっかり持ち上がってくれるっていう印象はありましたし、まあ、ピッチが前作よりも若干狭くなったということではあるんですけれども、まあ、僕普段ね、Eason 98L を使ってるんですが、まあ、そういうのと比べたらもうね十分なくらい引っかかりますし、うん、むしろこれよりもピッチが荒くなるとちょっと制御しにくくなってたんじゃないかなって思うぐらい、うん、でしたので、まあ、ちょうどいい感じなんじゃないかなと思いますね。はい、でボールの、まあ、飛びとか、まあ、ラケット自体の持ってるパワーという部分に関して言うと意外と控えめだなって思いました。はい、なんて言うんですかね、意外とこう頑張って打たないと、まあ、飛ばないというかスピードがそんなに出ないっていう感じはありました。でまあなんでかなっていうのを考えると、まあ、まずその普段よりも回転に変換される割合が多いような感じはしました。無意識にちょっとね回転かけに行っちゃってるっていう部分もあるかなとは思うんですが、スピードよりもちょっと回転が優位にエネルギーを使ってるかなという印象でした。でもう一つはやっぱりそのさっきも言った通り食いつきが出やすいんですけれども、まあ、その分パワーロスしやすいっていうところはあるのかなというふうに思いましたね。はい、で特にこの、食いついてパワーロスするっていう感じが柔らかめのストリングでは起きやすいっていうのは間違いないなと思いますね。いろいろ、まあ、ストリング張りましたけど、まあ、ポリツァプロのタンバリでもなんかロスってるなっていうのは感じました。でナイロンもナイロンもね別になんかこれはなしだなとは思わないんですけど、やっぱりガシガシ打つっていうのを考えるとちょっとねもう
きついかなっていう気はしました。なんだろうな、制御はしやすくなるんですけど、パワーという点ではだいぶね難しくなってしまった気がするので、あまり柔らかいのを張ってしまうとかえってこうしんどくなっちゃう、ボールが出ていかなくなっちゃうっていう感じになる可能性はあるのかなと思いましたね。はい、なので、まあ、セッティングはね多少工夫が必要なのかなというふうに感じました。続いてボレーなんですけれども、実はまあ僕このラケット使ってて一番打ちやすい、一番いいなと思ったのはボレーでした。はい、本当に打ちやすかったですね。一番の魅力だと思いました。で、まあ、さっきから言ってる通りストリングがちょっとたわんでボールが乗る感覚っていうのがあるので、なんかこう、まあ、キャッチする感覚みたいなのも生まれますし、うん、なんか浮かずにこう安定したボレーができるなという気がしました。この一回捕まえる感じっていうのがねすごく大きいんだと思うんですよね。それがすごく安心感につながってますし、まあ、制御しやすさになってると思いますし、うん、その硬くてこう跳ね返すようなラケットとかよりも、まあ、融通が効くしタッチ系のショットも打ちやすいしっていうところで非常にボレーはやりやすいなと思いました。で、まあ例えばそのパンチのある速いボレーとかもうなんかなんていうんですかね威力とかねスピードで点を取るっていうよりは、まあミスせずにしっかりこう狙って相手を崩していける、そういう堅実なプレーによりこう相性がいいのかなというふうに思いますね。はい、ダブルスとかでは非常にこう使いやすいんじゃないかなと思います。はい、では最後にサーブですね。サーブは正直可もなくかもなくっていう感じですね。まあスピンは当然ある程度かかってくれますし、そのまあ上から落ちてくるような少し高めの弾道のスピンサーブとかっていうのもまあ問題なく打てるし、違和感はないかなと思います。ただ特にこうねスピードを出したいなみたいに思った時にね、黄金スペックだからこのぐらいかなっていうイメージする、それよりはちょっとスピードが出にくいかなっていうふうには思いましたね。まあこれはやっぱりその掴む感覚だったりとか回転に変換されやすい部分であったりとかっていうのが影響してるのかなと思います。で今回ファントムプロっていうまあ固めのねポリエステル貼ってるんですが、まあこのぐらいしっかりしたやつを貼ればそのたわみすぎてロスする感覚っていうのは、まあ、だいぶ抑えられて、だいぶレスポンスは良くなるかなと思います。うん、スピードもね結構出るなというふうに思いますね。ただその食いつきによって生まれていたスピン系の弾道とかっていうのは逆に打ちにくくなってしまいますし、マイルド感っていう意味でも、まあ、そこはねどうしてもその硬さっていうのが出てくる部分も ありますので、まあ、ラケットの良さみたいなところは若干殺してしまうセッティングかなとも思う部分はありました。なのでまあ、うん、ねさっきも言ってるんですけど、そこら辺のバランスが悩みどころなのかなっていうことは思いましたね。はい、では実際に使ってみて感じた良かったところ、いまいちなところ、それぞれ正直にお話をしていきたいなと思います。まず良かったところですね。良かったところは汎用性が高いっていうところかなと思いますね。スピンも打てますし、その感覚的に押して打つような、うん、そういうスイングにも対応してくれるし、弾道の調整できる幅っていうのも広いし、でボレーも打ちやすいということで、まあ、非常にオールラウンドに使いやすいラケットかなと思いますね。でまあもう一つこれはメリットになるかなって思ったのが、結構女性にも使いやすいラケットなんじゃないかなと思いました。まあストリングがたわみやすいっていうところと、あと打球感、まあ、手応えって言ったらいいんですかね、っていうのもわりかし軽めになります。なのでまあそんなにスイングがね速くなくても食いつき感っていうのを味わえますし、フレーム自体が、まあ、すごくしなるわけとかじゃないので、まあ、食いつきつつも、まあ、ある程度軽めの手応えでね、しっかり飛ばせるっていうところで、そこのバランスはねすごくこう受けるんじゃないかなと思いますし、メリットとして活かせるんじゃないかなと思いました。はい、一方いまいちなところなんですけれども、セッティングがね難しいっていうところに尽きるんじゃないかなと思います。ラケット自体はまあねさっきも言った通りオールラウンドだなと思いますし、変な癖もないですしね、そのまあ最近ので言うと V コアシリーズとかっていうのはすげえ癖強いな、これ好きじゃないなみたいなあったんですけど、エクストリームには全然そういうのはなかったです。はい、なかったんですけど、
そのポリッツァープロとかを貼るとストリングがまあたわみすぎてしまってパワーロスする感覚っていうのがありましたし、逆にまあファントムプロみたいに結構かっちりしたタイプを貼るとパワーロスは抑えられるんだけどたわみが出なくて持ち上げるような弾道だったりとかそういうスピン系とかっていうのはなんか打ちづらくなるし打感も硬くなるしっていうところで、うん、難しいなと思いましたね。はい、でここのバランスを見つけるのが結構難しくて、なんかこうね、これ深追いしだしたら多分いつも通り沼になっちゃうんだろうなっていうのはすごく感じましたし、まあそれがなんかめんどくさくてっていうのもあってはい、それが手放した大きな理由の一つかなとは思います。はい、では最後にですね、他社のライバルラケットとの比較っていうのを軽めにちょっとお話をねしていきたいなと思います。まあ、まずバブラのピュアアエロですね。でまあカテゴリーは全く同じだしスペック的にもね完全に被ってる、まあ、完全なライバルなんですけど、まあ、そのはずなんですけど正直別物なんじゃないかなって僕は思ってます。でピュアアイロの方が明らかに打ちごたえっていうのはあるし、うん、その強打をしても、うん、なんかブレないしっていうところで、まあなんていうんですかね、ガシガシ打って、球威で相手を押し込んでいくっていう使い方が合うのがアイロだし、そういう使い方をした方がアイロはうまみが出るかなと思います。で逆にエクストリームで同じことをしようとするとむしろそのパワーロスが生じてしまいやすかったりとかラケットの美味しさっていうのがあんまり発揮されない、うん、しかもショットもあんまり安定しないかもなみたいな感じがしますね。はい、なのでそのカテゴリーラケットとしてのカテゴリーは同じなんですけど対象となるプレイヤーの、まあ、レベルというかスタイルとか、うん、あとプレーの強度みたいなところは全然違う気がします。次にヨネックスの V コア100ですね。まあ、一応ヨネックスの中での、スピン系モデルで100平方インチっていうとこれになるかなと思うんですが、割と似てる気はします。うん、打球感であったりとか、まあ、インパクトの時の抵抗体とか、であとはそのボールの、まあ、打ちやすい弾道とかですよね。ショットの弾道とかは結構似てるんじゃないかなと思います。ただですね、V コアの時にも、V コアのインプレーの動画の時にも言ってるんですけど、まあ、スイートエリアは全然違うと思います。はい、でまず V コアはトップがね横に幅広くなったアイソメトリック形状で、まあ、逆に根元の方っていうのはすごくこうシェイプされているというか絞られている形状になっています。で逆にエクストリームは縦長の楕円形で、まあ、上下、反転させても多分同じような形状じゃないですか、うん、なのでここの差っていうのは如実に感じると思いますし、スイートエリアという意味で言うと正直互換性あんまりないんじゃないかなっていう気はしますね。でなのでまあ性能的にどう違うかっていうことよりもそこら辺のその形状とか、まあ、そこから生まれるスイートエリアの違いとかですね、そこをまあどっちがよりうまく使えるのかっていうところで選び分ける2本なのかなっていう気はします。で最後 SX300 ですね。ダンロップのスピン系ラケットなんですけれども、まあ、色もカテゴリーも被ってますし、まあ、スピン系ラケットということでライバルとして挙げられることはすごく多いのかなと思うんですね。で SX300 の方もグロメットが特殊な形状してましてストリングっていうのはある程度たわみやすくなってるかなと思いますが、うん、エクストリームほどそれが過剰になるっていう感じはしなかったですね。であとはフレームも RA が68あるので比べるとこっちの方が楽に飛ばせる気はします。はい、なのでまあ現状その一般プレイヤーがいわゆるスピン系のラケットって聞いて、まあ、イメージするような性能ですね。高い弾道からこう落ちてくるようなスピンボールで、まあ、ある程度それで深さも出せるっていうところの打ちやすいそういう性能をしっかり体現しているのが SX300 の方なんじゃないかなというふうに思います。はい、まあ、SX300 に関しては僕は性能面っていうのはかなり評価しているので、はい、楽にねスピン高い弾道のスピンを打ちたいなっていう人は SX300 を使っていただく方がいいんじゃないかなと思っております。はい、ただデザイン面とかですねそのなんか形状としての美しさみたいなところを考えるとこれは断然エクストリームかなと思いますね。はい、
まあというか最近のヘッドのラケットって、まあ、性能云々とかっていうよりもですね、デザインとか、まあ、色の良さっていうところが売り上げに相当貢献してるんじゃないかなっていうふうには感じてるんですけれどもね、まあ、そのぐらい、まあ、デザインはいいよねっていうところなのかなとは思います。でまあ比べると SX ってそのフェイス形状も独特ですし、シャフトの形状とかっていうのもね、当然かなり独特ですしっていうところで、まあデザインというかものとして美しいかとか、なんかこうね、いい形状してるかって言われると、まあノーになっちゃうかなって思います。性能に魅力を感じて買うラケットだなと思ってるので、まあ結構そういう意味では、まあカテゴリーは一緒なんですけど、うん、購入する理由は全然逆みたいな日本なんじゃないかなと思います。はい、ということで今回はヘッドのエクストリーム MP のインプレをさせていただきました。よく言えば打球感柔らかめでオールラウンドに使える汎用性の高い黄金スペックかなと思います。でネガティブに言うと、まあ、セッティングのバランスが難しくて、その柱となるような武器がちょっと作りにくいところがあるラケットかなという感じですね。で、まあ、一番売れる、一番おすすめしたいのはその女性プレイヤーで、まずこのデザインとかこの色が好きっていうところがあって、うん、である程度ラケットにも助けてもらいたいけど硬いのとか、すぐ弾いちゃうのは嫌だよっていう人にはすごく合うんじゃないかなと思います。でその意味では、まあ、多分このチャンネルの、まあ、見てくださってる人たちの層っていうのとはちょっとね違うかなというふうに思います。で、まあ、最初にも言った通り、まあ、すでに手放してしまってるんですね、このラケット。ただ別にすごい大きな欠点があったわけでもないということはちょっとね言っておきたいなと思うんですね。すごい使いにくいとかっていうのも別になかったですし、うん、なかったんですけど、でも逆に、まあ、これを選ぶとか、まあ、これを使い続けるっていうところの大きな理由っていうのも見つからなかったかなっていうのが、まあ、そんな感じでしたね。なのでまあそうですね、セッティングいろいろ頑張ればねもっといいのは見つかったのかなとは思うんですけれども、ちょっと伸びしろみたいなのを考えた時に、もういいかなってなっちゃったっていうような感じでした。はい、まあ、ぜひねこのね発売されてからだいぶ経った時点で今購入を悩んでいらっしゃる方もしいればですね、今回の動画、まあね、参考にしていただけると嬉しいなと思っております。はい、詳細はブログの記事の方にまとめていますので、よろしければ概要欄の方からチェックをしてみてください。今回の動画以上です。それでは。